ましたわね。あまりに遅いものですから臆病風に吹かれたのかと思いましたわ。ごめんなさい、私歩くの遅くて。あなたを恐れる理由なんて。いや、一つはあるんじゃない。例えばほら、胸の。てめえから先に殺すぞ。目がマジだ。ごめんなさい、マジすんません。ねえ、ここまで来てなんなんだけど、別に無理して戦う必要ないんじゃないの私たち。いいえ、これはプライドの問題ですわ。私があなたたちより優れていると証明しないことには。ああ、そう、まったく。ルブランさんもあんな感じだったんですか。それで。ああ、余計なこと言ってんじゃねえ。泣いてるブランさん見たかったかも。相変わらず緊張感のかけらもありませんわね。さあ、オタワ群れはそこまでですわ。いざ尋常に。ああ、たまたま。その前にさ、ベール、女神メモリーって余ってたりしない？え？おお、やっぱりあった。それ、ネプギアにくれないかな。こっちに来たばっかで、まだ女神になってないんだよ。お願いします。ネプギア？あら、そう言われればお一人増えてますわね。やっぱり私数に入ってなかったんだ。いまいち事情が飲み込めませんわね。くわっとね、カクカクシカジカで、まるまるうまうまな。ああ、あなたの実の妹さん。そして今ので通じるのね。便利な言葉だわ。そんなジロジロ見られると。あなたなかなか可愛らしいですわね。私の好みですわ、ネプギアちゃん。え、ねえ、今のちょっと意味深っぽくなかった？もしかしてそっち方面なの？そっち？そっちってどっち？いやいや、向こうのベールと同じだったらそんなことはありえない。ありえる！まさかベール、ガチな感じなの？ネプギアをどこかにかけちゃうの？へえ、そうなんですか。失礼なことを言わないでくださる？私はプラトニックですわ。さあ、ネプギアちゃん、あなたの可愛らしさに免じてこれは差し上げますわ。はい、ありがとうございます。そんなに怯えられると軽く傷つきますわね。やけにあっさりとくれたわね。余裕のつもりかしら、あるいは。さては、代わりに体を要求とか、そんなこと考えてるんだ。しつこいですわ。違うと言っているでしょ。ギアちゃん、ギアちゃん、早く女神になって。はい、なれました。うわー、かわいい。よかったわね。失敗したら醜い化け物になるところだった。えっ、それ聞いてませんよ。この子は大丈夫なの？そのネプギアはあんま変わんないよ。変身してもしなくても普通なのが売りだからね。女神にな。はい、おかげさまで。ありがとうございました。礼には及びませんわ。だってそれを使ったということは、あなたはたった今から私の妹なのですから。ということですから、さあ、お姉ちゃんである私と
一緒に戦ってくださいませ、ネプ。ダメですよ、そんな。何を言ってるんですか。私のお姉ちゃんはお姉ちゃんで。そうだよ、ネプギアは私の妹なんだからね。それはそちらの世界でのお話でしょ。こちらの世界では同じメモリーコアから生まれた女神メモリーを使った者同士は。そうなの。そんな決まりあったの。知らないわ。そもそもそんな事例は聞いたことが。そうよね、そんなことめったに。あ、うわー、あたしとネプちゃん姉妹だったんだ。ブルルンの方がお姉ちゃんだよね。うわ、今さらお姉ちゃんって呼ぶのなんだか照れくさいかも。えへへ、妹妹。待ちなさいよ、それなら私もでしょ。いや、ノワールが使ったのはきっとあのおばさんが持ってきた方だったんだよ。うん。どうしてよ、あなたの方こそそうだったかもしれないじゃない。暴傷にしかならないけど、ネプテューヌがプラネテューヌにとどまり、あなたがラステーションを起こしたこと。そんなの推測に過ぎないじゃない、ブルルーと。ノワールちゃんは妹よ。そう。それはそれで喜んでいいのかちょっと悔しいような。こんなこと話してる場合じゃないよ、ネプギア。あなたたちがおバカな話に花を咲かせているうちに、この通り。ベールさんがお姉ちゃん、私はベールさんの妹。ちょっと、すっかり信じ込んじゃってるじゃない。まずいまずいよ、ネプギアは悪い意味でも素直な子だから、周りから強く言われると何でも信じちゃって。やっぱりあなたたち姉妹はいろいろとも。これで数の上では2対4。加えてここは私に有利なフィールド。私たち姉妹の勝利は揺るぎありませんわ。数の上での優位は変わる。妹の方も変身したら結構あり上がるみてえだからな。こんなくだらない理由で戦うのは嫌なんだけど。やるからには徹底的にやってあげるから覚悟しなさいよね。わあ。ギアちゃん、ブルルートさん、実はね、密かに楽しみにしてたのよ。たっぷり可愛がってあげるからね、ギアちゃん。お手柔らかに。前は遠目に見ていただけですけれど、ベルさんは。その発言、侮辱と受け取りましたわ。あら、かまってちゃんね。でも、私とギアちゃんの邪魔をするのなら。よ。ギアちゃん、こっちの相手が終わるまで、いい子で待っててね。はい。ああ、ドエスプルルンが、がっちりネプギアをターゲットしちゃってるよ。ほら、てめえもとっとと変身しやがれ。戦う気がないならどっか行ってなさいよ、邪魔だから。人の苦悩も知らないで。ママよ。この状況になってしまっては
致し方ないわね。せめて実の姉である私の手であの世へ送ってあげるわ。あの世って私そこまでやる気は。言ってみただけよ。安心して、加減はするから。ようやく役者が揃いましたわね。それではリーンボックスが女神グリーンハートの力。一瞬で倒してやるわ。はあ、まだ平気。行くわよ。まだ平気。僕のせいすってね。私の剣舞見せてあげます。やるじゃない。覚悟はよろしいかしら。貫きなさい、ジェットスピア。なあ、やりなさいよ。一気に決めさせてもらう。今ね。おはよう。今日も頑張ろうね。行くぜ。来ません。くらえ。痛い痛い。行くぜ。やがれ。変身。変身してもいいよね。さあじっくりと楽しみましょうか。可愛がってあげるわ。お願い。すみません。私の番ね。直しての繰り返し。高速剣舞ミラージュダンス。いいよ。生意気ね。準備を整って貫きなさい、ジェットスピア。なあ、やるじゃない。さて、どうしようかしら。これがバステーションの女神の本気よ。してやるぜ。なんだって叩き切る。超特急の全部の一撃。できてるか。こいつでどうだ。もう始めちゃっていいの。よし、私の剣舞見せてあげます。やめなさいよ。一気に決めさせてもらう。この一撃に勝負をかける。痛い痛い。どうしてあげようかしら。いい声で泣きなさい。痛い痛い。
覚悟できてるか。念のためやっておくか。さて、どうしようかしら。これでいいかしら。いつでもいけるわ。クリティカルエッジ。いけません。まだ平気。高速剣舞ミラージュダンス、やりなさいよ。さて、どうしようかしら。じゃ、いつでもいけるぜ。こいつは痛いぞ。痛い痛い。待ってました。可愛がってあげるわ。これがいいです。一気に決めさせてもらう。私たちの邪魔をしない。痛い痛い。まだ平気。ラジカルセイバー、行きます。どうしようかしら。ひれ伏しなさい。痛い痛い。待って。道具を使うのもいいよ。いつでもいけるぜ。テンセリントロンで。まだ平気。まだ平気。一気に決めさせてもらう。クリティカルエッジ。いきなり高速剣舞ミラージュダンサー。私の番ね。入れ伏しなさい。痛い痛い。さて、どうしてあげようかしら。どうだ。やだ。まだ。やだ。私で終わりにしてやるぜ。こいつでどうだ。一気に決めさせてもらう。クロスコンビネーション。やだ。やだ。お願い。倒れてじゃない。やっ。まだ平気。行きたいか。まだ平気。クロスコンビネーション。まだ平気。いつでもいけるぜ。私の剣舞見せてあげます。私の番ね。私たちの邪魔をしない。まだ平気。やられちゃった。こんなはずではなかったのに。レベルアップ。あんなに私が好き。イエーイ。いい感じだぜ。降参です。参りました。ダメ、降参はなし。裏切った上に負けたんですもの。ごめんなさい、ごめんなさい。 お姉ちゃん助けて。それくらいにしてあげて。ブルル、わかってるわよ。だからいじめてって、いじめてって言った。ダメですか。はっ、いろいろでけえ割に耐久力は低いみてえだな。まあそこそこやるみたいだけど、4人がかりじゃこんなもんよね。認めませんわ、認めませんわ。こんなの絶対認めませんわ。うわ、ガキみてえに泣き出しやがった。
おい、やめとけ。似合ってねえぞ。あらあら、本当に私たちに負けた時のあなたにそっくりね。私はこんなガキみてえな泣き方してねえだろうが。4人なんて卑怯ですわ。正々堂々、1対1なら負けませんもの。再戦を要求しますわ。何言ってやがんだ。てめえがふっかけてきた条件だろうが。知りませんわ、存じませんわ。とにかく私が勝たなきゃ嫌なんですの。そういえば向こうのベールも負けず嫌いだったわね。ここまで極端ではなかったけれど。あら、ネプチューヌ、妹の方はいいの？諦めたわ。ネプギアもいい経験になるでしょうし、マリュレンの真の恐怖。ギアちゃん、あ、いけないかね、こんなにしちゃって。やるったらやるんですの。もう一回やるんですの。ああ、もううるせえ。ビービーわめいてんじゃねえ。可愛くねえんだよ。そしてこの言われよ、あんまりですわ。やれやれ。ほらほら、とにかく泣き止んでね。いつまでも泣いてるとドエスプルルに目をつけられちゃうよ。ベールもあんな風にされちゃうよ。はぁ、もうやだ、勘弁して。色っぽい声出しちゃって。もしかして誘ってる？誘ってるのよね。違う。あれは全力でご遠慮願いたいですわね。でしょ、ほら二人も戻って戻って。そっちの姿だとすぐ喧嘩になっちゃうんだから。分かったよ。なんかネプチューヌに言われるのは納得いかないけど、まだやりたいって言うなら相手してあげてもいいけど。せめて万全に戻ってからにすることね。そんなに無理して喧嘩しなくてもいいのに。わあ、元に戻ったのね、プルルタ。もうお腹いっぱい。うわあ、お肌ツヤツヤだ。もうお嫁に行けない。ひどいよ、お姉ちゃん。無力なお姉ちゃんを許してくださいませね。あ、いや、お姉ちゃんってベールさんじゃなくて。ちょ、私、私だから。でも、いつの日にか必ずや憎き女神たちに勝利しましょう。私たち姉妹ならきっとできますわ。あ、抱きしめないでください。まだ体中がヒリヒリして。いた、ダメだってば。返してよ。さて、今回はこれで終わりかしらね。そうね、これ以上茶壇に付き合うこともないし。ネプちゃんとギアちゃん置いてっちゃうの？買ってきなさい。飽きたら適当に帰ってくるでしょうし。グリーンハート様。まだ終わりじゃないみたいね。何事ですの？大したことのないようで、私たち姉妹のムツゴトを邪魔したら承知しませんわよ。え、姉妹、いつの間にお前に？私の妹だってば。返せ、こんな。いた、打って引っ張らない。それで陽気？ああ、そうでした。大変なんです。なんですって？それが無理よ。一般人にあいつらの相手はきついと思うわ。こうしてはいられませんわ。デール、おばあちゃんみたい。
体では無理よ。ですが、無理ですよ。私も体し…ごめんね、やりすぎちゃったかな。はい、ただ大丈夫ですから、近づかないでください。ああ、仕方ないわね。今回は手を貸してあげるわよ。え、ですが…別にあなたのためじゃないわよ。かっこよく助けてあげればこの国の人たちも私の信者になるかもしれないって、それだけなんだから。はい、やけに長いツンデレゼリフいただきました。ノワールちゃんが行くなら私も。七賢人には個人的な恨みもあるし。そうと決まったら急ぐわよ。あなたはそこで休んでね。ご冗談を。私の国のことですもの、はってでも行きますわ。あまり無理をしないことね。よし、そんじゃ七賢人のとこまで